本日行われました総選挙の開票結果が、ほぼ、出揃いました。なお、野党第6党の、民民党は、当選者ゼロとなり、議席数5から0と、最悪の結果になりました。この結果を受けて、民民党の末井幹事長は、マスコミの取材に対し、回答の意思はない。我々は騙された。などと述べ、